皆様本日はお忙しい中ご聴講いただきありがとうございますこれより日経フォーラムインド外交トップが語る日印パートナーシップの優先課題を始めさせていただきます本フォーラムは来場聴講よび英語音声によるライブ配信のハイブリッド方式にて開催しております本フォーラムのモデレーターは日本経済新聞社 編集委員高橋徹が務めます。では、高橋さん、よろしくお願いします。えー、あの本日のセッションのモデレーターを務めます。日本経済新聞の高橋です。よろしくお願いします。 さて、えー、皆さん本日のスピーカーはですねあのインドのスプラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣にお越しいただいていますジャイシャンカル外相は1955年ニューデリーで生まれ名門ジャワハル・ラール・ネル大学で国際関係学の博士号を取得しました1977年にインド外務省に入省しモスクワや東京のインド大使館での勤務も経験されています 中,中国大使中アメリカ大使を歴任されモディ政権の初期の2015年から18年まで外務次官を務めました外務省退官後一旦インドの最大財閥タタグループに転じたもののモディ首相の指名で2019年に外務大臣に就任されました主な著書に2020年に出版した「TheIndiaWay」日本語タイトル「インド外交の流儀」 そして、えー、つい先日出版した Y バルラとマタラスがあります。インドは昨年中国を抜いて人口世界一となりました。また G 二十議長国も務め、グローバルサウスの代表国として世界における存在感が非常に高まっています。既存の国際秩序が大きく揺れ動く中で、えー、地政学リスクにどう向き合い、また日本との関係をどう発展させていくのでしょうか。それではジャイシャンカル外務大臣ご講演をよろしくお願いします。 皆さん盛大な拍手をよろしくお願いします、えー、皆さまおはようございます、えー、そして私の方から今回 この日経フォーラムの場で皆さんとお目にかかることができたこと大変嬉しく思っております日本インドパートナーシップの優先課題ということで進化する世界秩序の中での両国のパートナーシップについてお話をさせていただきたいと思いますまあ、皆さんご存知かもしれませんけれども2冊の 本を書かせていただきましたこれは変化する秩序ということまたあ日本インドの関係性の重要性ということを説いた本となっていますまあこれはもちろん私のこのテーマにおける深い信念を示すものであります また私自身がこの両国間の関係に深く関わってきたこと、またこの変革を目の当たりにしてきたこと、それを反映した内容となっています。1冊目の本であります、TheIndianWay= インド外交の流儀でありますけれども、これは日本の将来の姿勢についてお話をさせていただきました。この大きなグローバルな安全保障の中における主要な経済大国である巨大な技術を持つ国。 まあそれがどういうあり方になるのかということをお話しています。この本を出版してから4年が経ちますけれども、私はさらにこの信念が革新に変わったと思っています。私たちは今 AI や半導体のチップ、えそして電動モビリティやバッテリー、えグリーンでえそしてクリーンな技術、宇宙とドローン、そういったようなさまざまなあものが待ち受ける世界へと移行してまいりました。 えこの状況というのはまさにインドが鏡に映るような共造がありえ最近の来日においてこの才能の方向であるインドとの関係性ということにおいてはこの両国間の保管的な関係にさらに重要な論点となっているということに気がついていますまた初めの著書で指摘したもう一つの点というのは両国間の歴史的な関係でありますまあ、それはまあ、皆さんにとって あまり馴染みがない、特に、えー、最近の世代にとっては馴染みのない話がかもしれません。私たちにとって重要なのは歴史というのは私たちにとって大変ポジティブな力になっているということであります。まあこれは必ずしもアジアでは、えー、国インド国の関係がそうであったわけではありません。えー、この中でのこの会場海洋的な側面における協力関係ということに念頭を置いてきました。2019年から20年にかけて。 この初めてこの本が出たのもその当時なんですけれどもインド太平洋に関する議論というのがまだ厚く語られていましたえそしてそれが盛んに、えー、討議されていた時代でありますその後両国とも、まあ、落ち着きを取り戻し、まあ、幅広くこの地域を越えてこれが受けられるようになったわけです特にこの海上海洋問題というのは重要であったそれもこれはグローバルコモンズの大きな課題をしか投げかけていたからに他なりませんそれ以来 私たちは今まで以上に多くの変化がありました。これは新しい海洋上のバランスということにおいての大きな変化があったわけです。先ほど申し上げた点において、もう一つ指摘するとするならば、接続性、コネクティビティの問題です。インドは明確な戦略を打ち立ててきました。その中でどう近代化を図っていくかということを指し示してきました。コネクティビティィビという取り組み というのは協業的であって、そして透明性があり、そして実行可能でありながら、えー。その国の主権を尊重したものではならないということを申し上げてきました。まあ、率直に言って、その分において、この、その当時世界は大きくぐらついていたということだと思います。いずれそのことに、が知らされることになるわけですけれども、その代償大きかったと言わざるえません。私の二冊目の著書、ワイバハラとマターズでは。 クアッのの視点からインドとと日本との関係をより明確に論じています一つの疑問、多くの人を引きつけてやまないものでありますけれども、なぜクアッドは2007年には失敗したか、ただ2017年以降にはなぜ成功したのかということであります。その答えでありますが、まず10年半前には、 実現するために必要な資本を投じようとするまあそういった投資者がいなかったということが挙げられますもちろんそうしなかったのは日本の一部を除いてですがインド太平洋地域の発展が今後10年間でどのような展開を見せるのか実際には誰もよく理解していなかったからだと言えるでしょう2017年その間 さまざまな起こった出来事の結果我々は明らかに賢くなってまいりましたしかしこれ自体も完全な答えではなかったというふうに考えますクワットの加盟国のうち2カ国はまあその3番目の3カ国と条約を結んでいるという事実がありますただインドは例外でありましたしかしながら2008年から2017年にかけて インドとアメリカ日本オーストラリアとの二国間関係は劇的に変化いたしましたその結果クワット協定は実行可能かつ持続可能なものとなりましたこの3つの二国間関係を比較いたしました書籍の中ですけれどもアメリカと日本に関しては改善するのにえその時間枠まあ、並行した時間枠があったわけですけれども そしてアメリカとインドに対しては並行して、まあ、そのようなことがありましたけれどもオーストラリアに関しては本当に大きく飛躍いたしました。とはいえここで申し上げたいのは外交に自己満足という考え方は許されないというところであります。二国間関係というのはさまざまなレベルで継続的に改善される必要があります。また常にアップデートする必要もありまます常に新たな複雑さが生まれます。 ただ同様に新鮮なチャンスも生まれると言えるでしょう。これが今日、インドと日本がお互いにアプローチすべき方法だというふうに考えます。全体として、そして昨日、まあ、日本の上川大臣と長時間議論させていただいたわけですけれども、両国はまあその全体像と主要な懸念事項に対して同じ方向を向いております。両国のより協調的に対応する姿勢、そしての能力も向上していると言えるでしょう。 例えば今こうしている間にも二国間で軍事演習が行われていますえ貿易自体は依然として横ばいでありますが投資の面でははるかに改,改善されていると言えるでしょう両国は有望な新興技術についても積極的に話し合っています新たなサプライチェーンの構築 より強固なデジタルコネクトの構築こういったものが両国の優先課題であります両国は世界政治において最近の多国間協議の場を含めよく協力し合っているというふうに言えると思いますしかしながら人と人とのつながりこれは遅れを取っております明らかにもっと配慮する必要があるでしょうこれが両国間の今までの関係の成績表であると言えるでしょう日インド結びつきは 私たちがともに大きな活動特にクアッドという観点から力を引き出しておりますそして同様にクアッドの有効性と広がりに貢献できるというふうに考えておりますつまり世界は変わりつつあるということインド太平洋も変わりつつあるということそしてインドと日本も変わってきているということですししかし 国家でもそして地域の中で世界の中でもさまざまな解決策があるというふうに強く感じているところです本日はご参加いただきましてありがとうございました後ほどの質疑応答の時間も楽しみにしておりますはいもうぜひ参加ありがとう えと日本とインドの関係そしてそれを取り巻く世界情勢についてですね非常にサニーとのスピーチをいただきました、えー、ここからはあのトークセッションに移りたいと思います はいえー、とここからのトークセッションですけれどもあの、まず私の方からです、ね、いくつか質問をさせていただいて、あのその後にあのに会場の皆さんからもです、ね、あの時間のある限り、えー、ご質問を募りたいと思っていますので、よろししくお願いしますさて外相、あのこう今のスピーチで,です、ね、非常に印象に残ったのが、まあ、外交に自己満足は許されないと、こう常に改善される必要があるというところが非常に私にはあの印象に残りました、こうそれに関連した質問です。 あの戦略的自立、ストラチテ,ティックオートノミーというインドの外交方針についてお聞きします。まあ国益を重視して非常に柔軟に動くと、まあそういう意味だというふうに私は理解しているんですけれども、一方でこう世界でですね、インドの重要性が増せば増すほど、そのインドの自国の利益よりもですね、まあ国際社会の利益を考えた発言や行動を求められる場面というのは今後増えてくるのかなと思います。このバランスというのはどういうふうに？ Um, you know. そうですね、まあ、外交という考え方の中においては、自国の利害において、これをどう。 自ら行動に起こすかということも重要と同時に国際的な利害ということこれはどちらかということで二者選択ではないと思います、まあ、この2つをどのようにうまく回していくかということで二者選択ではないということです、まあ、今おっしゃってた戦略的自立というお話がありましたけれども、まあ、多くの国にとって、まあ、戦略的な自立というのは独立した立場を持ちうるということです。 自らの判断において自らの,、まあその重要性ということを鑑みて選断をするしかしながら今の戦略的な事実特にコロナの後における選択な事実というのはより大きな意味を持つようになったというふうに考えます多くの国にとって自分の影響力コントロールを持つということでえ基本的な ことであるかももしれれませんけれども、まあ、国家の健やかな生活、まあ、食の安全保障、エネルギーの安全保障、健康の安全保障、これはすべてが、まあ、戦略的な自立につながるものであるわけです。単に、まあまあ、脅威な、狭い外交政策ということではなく、まあ、その中には経済的な、また発展的な要素、また技術的な要素というのがその中に含まれてくるわけで、まあ、多くの国は、 やはり他国に依存をする、え特にその単一の、まあ、ソーシングということになりますと、技術的に依存するのは避けたいと思っています。まあ、さらにはどういったような技術がそこから生まれ出てくるのかということにおける大変大きな注目もあるわけです。私がが思ううに世界といののは多くのプレイヤーが 自らの利害を推し進めるしかしながら、それをどう世界各国と調和を取るのかということを考えているんだと思います。インドの今の立場というのはおっしゃる通り、まり、あ、経済規模というのは拡大しています、また政治的な影響力も大きくなってきている、また技術とか私たちの能力といったことにおきましても、これは増進していますただインドとといいいううううののは他の国々も代弁しているというふうに思うわけです。 今、百二十五か国ということで、グローバルサウスには百百二十五か国あります。インダが語ることというのは、実はこの、えー、その集合体としての多くの人たちの利害を代弁しているとも言えるわけです。まあ、私たちの立ち位置というのは、世界の全、そしてインドの全ということにおいて、私たちは語っているというふうに感じています。 それとともちょっと関連していきますあのロシアとの関係について伺いたいと思います、まあ、インドはですねこう、中国との国境紛争においてその領土保全と主権の重要性というのを、まあ、国際社会に訴えてきました一方でそのロシアのウクライナ侵略をです、ねまあ、こう明確に批判批判非難していないというのはこれはダブルスタンダードではないのかという指摘もですね、一部国際社会にはあるかと思います。まあ、こうううしした見方にはどう反論されるのでしょうか。 You know, uh、私の考え方というのは、まあ、世界というのはむず、まあ、複雑な場であると、まあ、いろいろな重要な原則があっていろんな信念があるわけです。まあ、時として政治の世界特に世界政治の世界では一つの国が一つの状況一つのテーマ一つの原則だけを切り取ってそれを やはり自分たちの自らのためになるのでそれに焦点を当てる原則自体ということを振り返ってもインドというのは他の国よりも状況がよく分かっていると思います私たちの独立後。私たちは まあ侵略を受けける立場でであったわけです、えー、そして私たちの国境をどう変えるか、今もインドの一部におきましては国境問題においての対立があります。しかしながら、その中に、まあ、この世界が素晴らしい原則があるから、じゃあインドの方を求めようということにはならないわけで、私たちは確かにいろんな原則があるというのは分かります。そのの原則というがが過去8年これが 変わっている、ええー、まあそのいいようにこれが切り取られているという状況なんかのではないかというふうに思っています。ただこれはもう重要な原則だと思いますよ。しかしながらインドにおいても、まあこれは私たちが受ける側であったし、しかしながらこれをやってもいいとは思いません。えー、私たちのまあえこのモディ首相が。 この時代というのは戦争の時代ではないというふうに明確に言っています。この対立を解決したい、これを終結したいと思っています。しかし、ながら最終的なこい対立というのはどこかで終わるわけです。まあテーブルにつくことができる。で、でまあもちろん、えー、この戦場でこれを終えることもできますよ。しかし、ながらこれ戦場で終わる、えー、この進行侵略ということではないというふうに私は思っています。中でですね、あの先ほどそのグローバルサウスこれ125カ国という。 話がありましたその次はです、ね、グローバルサウスというこのコンセプト概念についてちょっと伺いたいんですけどもあのインドはあの昨年、まあ、G20 の議長国を務めてですねあのその中で、まあ、グローバルサウスの声サミットというのを取材しましたただ一方で例えば G7 はですねこれはまああの上から目線になるというような、まあ、反発も心配してですねこうなるべくこの言葉を使わないようにしています、まあ、日本は比較的実はグローバルサウスというワードは使ってるんですけども、まあ、このギャップをですね どういうふうに受け止めていらっしゃるんでしょうか、uh, sorry, which word? ま、どの言葉を避けようと思ってたとおっしゃっていましたかあま、それは確かに気がつくところではありましたまあ、多くの国グローバルサウスの一員でない国は必ずしもこのグローバルサウスという言葉の響きがしっかり来ないと まあそれが確かに念頭にあるわけですけれども、ではグローバルサウスとは何なのかと、私にとってグローバルサウスというのは、これは国の集合体であって、約125か国ということで、先ほど数字を申し上げたわけです。その国々というのは、さまざまな植民地、その後の独立という経験を持っていますその歴史の中で、その植民地化の中での独立、いろいろな。 まあ膨大な不公正な対象になったと、まだと、まあ、開発の途中であるという考え方はありますけれども、まあ、所得のレベルからいきますと、まあ、低所得の諸国ということを言うこともできると思います。しかしながら、まあ、その中においては、連帯ということの気持ちが強い、共有した歴史、共有した政策。 また経済の発展ということにおいいいても共通項が多いわけですいろんな課題がある中でそれなのこれらの国々というのはお互いにまあ思いを寄せていることがあるわけですねその状況として全員の同じ場にいるグローバルサウス、まあ、200国がの人たちがいればどの国が この同じような経験をしてきたかということがわかるわけです。そういったような絆というのがある意味あるわけです。この会場、感情というのが強化になった。強化されたのはコロナの後です。まあ、コロナがあったせいで、グローバルサウスの多くの国々というのは。このワクチンを受け取る一番最後の列の末尾であったと。まあ、多くの懸念というのは。 債務の問題もありますし、貿易の問題もありますし、インフレの問題も抱えています、まあ、これらのというのは十分にまあ主要な大国、国際社会の中で認識されていない、忘れられていると、そのインドが G20 の議長国になったときに、それは G20 の議題にも上っていなかったという現状があるわけです。で 強力なお互いにおける思いが、寄せる思いというのがあるわけで、昨年、まあ、このグローバルサイスの声サミットというのを2回やりました、この125各国の国々の声を聞こうではないかと、G20 の前に一つ課題を提示していこうと、それが集合体としてのこの125各国の声として届けようというふうに思いました。まあ、ということで、私が申し上げられるのは、あまあ、 この外務大臣として世界各国、まあアジア諸国、アフリカ諸国を旅しているわけですが、この大陸の中ではグローバルサウスというのは大響く言葉であって、何が起こっていてどういう声があるのか、そしてどういったような課題が今問されているのかというかよく分かっています。それは偶然偶発的なことでもないと思っているわけです。まあインドがやはりやアフリカ連合が長くこの G20 の中でその議長国ということ。 初めめてそれを認めたグローバルサウスというのはそれに信念を置いてくださっているということであります、はい、あインドがサミットで,です、ね、こう125か国うが参加したわけですけれどもそこにあの中国は入っていなかったと思いますこれは中国というのはグローバルサウスの一員なのかそれとも違うのかそれはどうお考えでしょうか。Uh, まあ二回のサミットがありましたけれども、ここでまあ中学、中国の出席はなかったと。ございます。非常にあのシンプルなお答えをいただきました。はい、あの私の方からはもう一つ、あの I. E. A. 国際エネルギー機関への加盟交渉についてお聞きします。まあ先日こう I. E. A. がですね、あのインドと正式に交渉を始めるということを決定しました。 で元々はインドが昨年10月にですね加盟を申請をしたというふうに聞いていますけれどもあのその理由は何でしょうかまたその IEA の参加というのはですね今は原則として OECD 経済協力開発機構の加盟国であるというのが条件になっているかと思いますこれはインドはですね OECD への加盟にも関心を持っていらっしゃるんでしょう IA、e、に関してでありますけれども、国際エネルギー機関ですが、まあ、なぜここへの加盟申請をしたということなのですが、今日、インドは非常に、まず、あ、エネルギーの世界でも非常に重要なプレーヤーになってくれているからということです。えもうそのエネルギーの消費という観点でもそうですし、経済で第5位の大国となっております。まあ、そういった中でエネルギー消費も飛躍的に増えているということ、それが1つ目です。2つ目が まあエネルギーを多くの部分を輸入しているということです。えー、そこでもですからまあ輸入国としても非常に大きな役割を果たしている。また、この領域ではベストプラクティスというものがあります。良い事例というものがあるわけです。エネルギー資産をえその生産資産外ということで、インド国外でも今取得を始めております。アジアジででもそうですし ラテンアメリカそしてアフリカでもそのような今活動が始まっておりますそういった中で戦略的なそのリザーブ、備蓄というものを始めているわけです。日本もそうだと思うんですけれども、そういった中でこれを全部考えますと、我々としても、まず IA の加盟にするということは、我々にとってもメリットがあるだろうというふうに考えたわけです。 IA としてもそのインドの参加というのはぜひマシにするものであるというふうに考えるわけです。またインド特有の問題というものもありますし、その IA まあこのあたりも承知でしておりますので、それもディスカッションのトピックにあがっております。 なので、これに対しては、ポジティブな形で見ていただけるものというふうに確信しております。OECD の加盟国に関してであ,、ま、でありますけれども、正直に申し上げて、これに対してはっきりとしたお答えを申し上げることはできません。ただ、ここで申し上げたいのは、インドネシアがすでにその加,盟加盟交渉、まあ、加盟の申請をしたというふうに聞いておりますので、今、私がこの立場で、 そのインドの正式な立場を申し上げることはできません。まだあそこまでその考えというのは成熟していないというふうに考えております。えっと続きまして、じゃあ,あの会場の皆さんからですね質問を募りたいと思います。あのご質問のある方はですね挙手をお願いできますか。あ、じゃあこの真ん中の前の方。今マイクが前。 My name is ソノベと申します。ADB シンクタンク、ADBI というシンクタンクのディーンを務めております。大臣、非常に盗撮に富んだプレゼンテーションありがとうございます。まあ、先ほど大臣の方から、まあ、2国間の関係について言及していただきました。ただ、まあ、他国間の関係に関してはどうでしょうか。例えば、インドと日本。 ここは2国はより重要な役割を国連で果たすことができるのではないか、まあ、仮にまあそういったきちんとしたポジションを得ることができれば、まあ、そのようなより重要な役割を果たすこともできるというふうに考えるわけですが、ぜひ大臣の考えをお聞きしたいと思います。この多国間、主義多国間の活動についてお話をいただけますでしょうか。 まあここ、昨日、上川大臣ともお話をした内容にも通じるところなんですが、われわれの多くは、まず国連改革が必要だということはみんな認識をしているところであります。それがまあ結論であるというふうに考えます。というののももも国連がそもそも設立されたのは 50 200カ国国がが加盟でであったと今その数数は200近い形まま増えております、まあ、こういったいかなる組織においてもこれだけ加盟国が4倍に増えたということになりますと、まあ、そのリーダーシップですとか意思決定これは同じ形であるということはありえないわけでありますそういった中で今問題が認識されているですからきちんと変革が改革が行われていないという問題意識があります 今日世界のさまざまな重要な課題を見ておりますと国連が果たすべき役割をきちんと果たしていないということが明らかでありますもちろん一部変革というのはありました例えば安保に関しても一回拡大いたしましてその非常任理事国というのもそのより数が増えてきているというような状況でありますただやはり実際の まあその変革これは行われるけれどもいつそれがになるのかどういった形になるのかということですどういった形態になるのかということですまあ一部これは明らかな部分がありますまあそのまずアフリカからのメンバーが一カ国もないということラテンアメリカもしかりです アフリカは大陸,大陸として50か国以上存在しているにもかかわらず、まあ、そのメンバーシップがないということです、安保の中でですね。で、アジアのケースではあ1か国ありますけれども、ただ、今、アジアのダイナミズム、そして人口動態を考えるのならば、そしてアジアの個々の国の規模を考えるのならば、まだ十分ではないということです。こういった議論は今、継続中であります。 そういった中でえこういった議論は行っているただ十分に進捗できていないと,というのもやはりそれに対抗する勢力というものがそれをどんどん遅らせているとそういった形になっているということです。え様々なグループ 政府間のプロセスというのがあるわけですけれどもクウェートそしてオーストラリアで今ま尖閣が行われている状況でありますけれども今日ではさまざまなモデルというものがそこに提示されていますまこういった変革がどういうふうに実際に実行に移されるのかということでありますがグローバルサウスがそのモデルというものを提示したと。 L69 というチームであります。メキシコもそのモデルを提示いたしましたし、でエリチンスタインもお、まあ、実際に提示をしたと。まあ、G4 でありますけれども、インド、日本、ドイツ、ブラジルでありますけれども、G4 としてもおそのモデルを提示してまいります。もちろん、アフリカからの提案も出てくるでしょうえ。他の地域からも出てくるかもしれません。 それに対しましても、今まさに動いているプロセスであると、これは止めることができないえ、たとえ遅れさせようとしても止めることができないムーブメントだというふうに考えます。より多くの国が参画する、まあ、それはより良い形になるということです。え最も人口の多い国え、そして資源をより多くえその提供している国というものが組織から今除外されているという状況、これはあ許容できるものではありません。 何十年にもわたってこういった議論を見てまいりました。そういった中で、こんにちは、モメンタム、え、そういったまあ動きが出てきているというふうに今見ております。あ、じゃえっ、ー、と、その前の方にお願いしますあ。その前の方、あ、いいすはい、どうぞ。Yeah, thank y ありがとうございますコアットの枠組みに関してでありますけれども、核戦略、原子力の戦略というのはあるんでしょうか、原子力の,その発電ですね、に関しての戦略的な考え方というのがあるんでしょうか、気候変動、そしてまあエネルギー移行と、さまざ、あ、まなオプションがあるかと思うんですけれども、考え方をお知らせいただけますでしょうか。 クワットは気候変動についてのテーマを取り上げています。クワッドはエネルギー技術ということについても討議をしてまいりました。まあ、しかしながら、明示的な、まあ、コーディネーションの取れた、まあ、原子力エネルギーということについてのテーマは今のところ討議はしておりません。クワッド諸国の3国、日本とアメリカとインドにおきましては、まあ、ある意味、 えー、まあ、原子力プログラムというのが確固としてあるわけですオーストラリアはそうでもないまあ今の状況を考えますとそうでもないわけですがただ大きなウラ,ウラ,ン,ウランのもう提供国ではあるわけですねですから共通の利害はあるとしかしながら、まあ、クワットの中では2017年以降 目、まあの当たりにしてきたのは、まあ急速に進化しているということです。毎回のコートの会議ごと、えー、外出相またリーダーの方たちが会合するといろんなテーマというのが、まあどんどんそういった意味では取り組むような形になっています。まあ次には、もしかすると違う今日の答えとはまた違った答えが次回のコードの会議の後には出てくるかもしれません。Yeah. Uh, ありがとうございます素晴らしいスピーチでしたマニーシュクプタと申します、えー、三菱マヒンドラあー機,械機械で勤めていますで私のかなりどこに、えー、来てますけれどもちょっとお伺いしたいことがあります、えー、まあ、このどのように思っていらっしゃるかということなんですけれども私よりまあ、本を読んだほうがいいというふうに思います本をぜひここにくださいまな、あ、ぜそう申し上げたかというといろんな理由があって えー、なぜ、パハラト・マターズなのか、インドは重要なのかという2冊目の本です。まあえー、ちょっとそういった意味では、要約ということと話をすると、なぜパハラト・マターズという本になったのか、インドはなぜ重要なのかということについては、いろんな形でインドはここ10年、大きく変革をしてきました。この変革というのは、インドに訪れた方であれば、誰でも目の当たりに見ることができますインフラが変変わわっっててている、えー、そして教育のレベルも変わってます。 経済の進展進捗というのももう本当に目覚ましいものがあります、えー、その中での一つのイノベーションとかスタートアップ大きなそういった意味では流行りのようなものになっているわけですですから楽観的な、ま、エネルギーに満ちた社会であるということであるわけですがただ自信を持って、えー、独自の能力といったものに今目覚めているということ 何が何、まあ、国としてできうるのかということもそうなんですけれども今現在と未来だけではなくて実は私たちがだ何者であったのか何ぞやということなんですすべての社会がその自らの文化をたたえ自分の伝統とかそういったものを大事にするというのは当たり前のことだっていろんな理由があってこれはともすると、まあ、本来なされるべき注、まあ、力は 置かれてなかかったとというこももあるのかもしれませんなぜバハラット・マターズインドが重要なのかというバハラットが重要なのはやはり私たちの自らのアイデンティティということまた自らの過去ということそして文明の伝統といったものに今、まあ、国際レベルに提出することができるというところの時代に来ているからですバハラット・マターズというのは伝統もそうですけれども大きな技術的な要素というのもあります今 世界に対してインドは技術的な貢献をすることができるわけですですからバハラット・マターというのは先ほどの一番初めのご質問高橋さんからいただきましたがその当時多くの国々はその世界から離れていた私はまあ関与したくない巻き込まれたくないなぜそんなことをしなければいけないのかいやインドは実は今まで以上に開発プロジェクトを見てもおこの ファーストレスポンドオペレーションというような対応、迅速対応のオペレーションを見ても、ワクチンを、まあ、世界の100国に提供したという実績もあります、私たちの国民の、まだワクチンが終わってないにもかかわらず、他の国にも提供していたわけです、ですから、その考え方としてはインドでも、より多くのことをやりえす、そしてより多くのことを達成する、より多くのことを成し得るというのは、世界に対して成していこうという、それが、ハラッとまたその中の本の根幹ということが言えるわけです。 えーとじゃあちょっと後ろの方からですね、えーとあっと、じゃあ、その、の中段からあー3番目ですかね、その方にお願いします。素晴らししいいごご発言ありがととうござまますす私申小さな 東京から離れたところにおりまして、えーまあ、日本のです、ね、地方なんですけれども、そこに住んでます。まあ、強力な戦略的な友好関係というのが、日本とインドの中にはあるわけなんですけれども、まあ、その中で、それは大きな都市で主にそれが行われていると思います。えーまあ、そういった意味で日本の少子化ということにおきまして、人口動態が変わっている中において、それが毎日、私は感じるわけなんですけれども、 あまインドのダイアスポラというのが、あ、こういった日本において、地域社会において少子化にどのように貢献できるというふうに思っていらっしゃいますか。<お>ありがとうございます。今。まあ政治的な関係、特にインドと、この日本の関係というのは大変強固であると、いうふうに申し上げたいと思います。またさらに、この。 えー、この安全保障と技術ということにおいては大変大きな進展を遂げることができたと思いますしかしながら、まだ父として同じレベルで動いていない、まあ、政治的な関係とは、去さておいてこれはか経済的な協力関係です。えーまあ ま政治というのは、私たちの財界の関係よりもよく進んでいる、まあ、財界、ビジネスというのはもっと本,当である本来であれば、早いペースで両国間の関係が築かれるべきだというふうに思っています。今、政治が先行していると、その中で多くの新しい技術は、私たちにそれを行うことができる機会を提供してくれています。いインドとととの関係ということで 日本企業が、まあ、150年以上、事業展開をインドでしているという事例もあるわけで、まあ、もう一つ、まあ、今おっしゃっていたその人と人の関係性というのはまだまだ限定されているかなというふうに言わざるを得ないでではないでしょうか、まあ、事例ですけれども、えー、大学っておっしゃってましたね、地方の。まあ この110名、130名の人たちがインドをほかに海外で勉強しているわけです。えー、この確か、えー、日本におきましては、1500名ぐらいしかインドがいない、0.1%です。えー、ですから、全体のインドの学生が海外で勉強する0.1%しか日本で勉強していないと。ということは、私たちがもっとやるべきですよね。もっと多くのことを言語とか、まあ言葉を教えるということもそうですし、やっていかなければいけない。 まあ言葉を教えるというのは人と人の関係に大きく寄与しますしあとビジネスにも寄与するわけです。で最終的には大きな理解を促すというインドと日本の関係、まあ、政治にもこれはプラスに寄与しますよねお互いをよく理解することができるわけです。だからもっとやはり努力をしなければいけない領域はあると思います。まあ、そうういったよな貢貢献献がでできれればば東京外の地方であれば貢献 できる領域というのはもっと重要になってくると思います。ぜひ皆さんそれぞれの皆さんの今の立場で、ぜひその未来において貢献していただきたいというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。総人真と申します。 東京国際大学の準教授です。韓国から来ました。三つ質問があります。まず第一の質問というのは、インドのインドパシフィインド太平洋戦略です。え、自由で開かれたインド太平洋戦略ということでありますけれども、その戦略的な重要性、インドのアジアン 近隣諸国日本以外においてどういうような影響があるのかということ、またクワッドについてですけれども、この他のアジアの諸国においても、韓国とか ASEAN アアのコミュニティにクワッドを広げることはできるんでしょうか、あまあ、インドというのはアウトライヤであるというふうにおっしゃってましたけれども、他のイのアジアの諸国も、自らがやはり外れ者であると思っている国もあるわけです。そののの中中中でクワッドといいうににおいての討議の中に 参加することができるか3つ目はグローバルサウスに関してですまあ、インドの役割というのは、まあ、グローバルサウスのリーダーとして グローバルサウスのコミュニティの連帯が重要だということで、特に経済的な役割の中で取りまとめてくださっていると思います。えー、その、えー、スリランカというような東南アジアにおきましては、今、あ2022年においてはディフォルトになりました、債務履行です。その中でスリランカのような国がある中で、インドの役割というのは、東南アジアのコミュニティもしくはもっと広くアジアの中で、えーまあ、先進を行く経済大学として、 まあ、世界の中で、五番手に大きい経済大国で、何が成し得るかということを伺いたと思います。たくさんのご質問いただきました。ありがとうございます。まず一点目ですけれども。インドが。他のアジア諸国との関係性を重視しているのかというご質問だったかと思います。私は、まあ、ソウルから、今、東京に入ってきたと。二日前まで、韓国にいて、ソウルにいたということ、まず申し上げたいと思います。 非常に深い、関係性をアセアンとも、我々は享受しております。そのインドの、まあ、改革期の時代で,ですね。まあ、経済の自由化が始まって、そういった時から、まあ、そのつながりがあったと。まあ、そういった中で、他の経済。他の国々、アジア、アセアン、さまざまなところ。 韓国も日本もそうですね、こういったところの関係性を以来、まあ、深めてきたということです。ですからお答えとしては、イエスになります。はい我々は非常に重視していると、アジアの,その諸国というのは非常に重要なパートナーであって、この関係性をさらに強化、昇華させていきたいというふうに考えております。 まあその韓国に関してはインドと韓国に関してもこれ、YouTube 上で私の重要性にしても言及しておりますのでぜひ YouTube をご覧いただければと思います。それから2点目でありますけれどもアウトライアーであるとクオットに関してですねまあ他の国をまあ実際にまあ実際に入れるべきかどうかということでありますけれどもクオットっていう名前にならないですね他の国が入ってきたらまずは名称が変わってしまうと思います。まあ、それはさておきですね まずこの4か国でありますけれども、その非常にその異なる部分も多くある、ただ類似点も非常に多くあるわけです。4か国コートというのは、非常にその海洋政策、非常,に非常に4つの4極にあるということがご覧いただけるかと思います、インド太平洋の中でですね。これして、実際に、まあ、なぜ2017年。 な,らなぜ機能してきたのかということでありますけれども、まず2か国,国間の関係性というのが非常に強く発展してきたということが一つ反映だと思います。今、2プラス2、これ、まあ、防衛とその外交のやり取りも合っているということですね。えですからえ、こういった判断というのは、軽々しく行うものではない、なぜ4カ国に今なってきたのか、そこをきちんと考えていく必要があるかと思います。 それからグローバルサースに関してのご質問ですけれどもスリランカは非常にいい事例だと思いますあの。実際におっしゃっていただいてありがとうございます。スリランカが実際に今、経済的な交代、苦境に入ったときに、まあ、先ほども問題に挙がっていましたけれども、 まあこういった戦略的なまあそのウクライナの状況に話がありましたけれどもグローバルサイズに関してもまあエネルギーコストが上昇している食料コストもそうですね肥料もそうですインフレも非常にまあ上がってきたそういった中でスリランカでは非常にまあそういった問題が相重なってですね経済不況になったということですけれどもまあ誰がそこで手を差し伸べたのかということですけれどもインド。 そうですパッケージを取りままとめました数週間という単位で数ヶ月と非常に迅速にそのようなパッケージを取りまとめてそして450失礼45億ドルという形でのパッケージを取りまとめたわけです IMF へのパッケージはより時間がかかりましたそれも額としても30億ドル以下だったわけですねですから我々の直接的な2国間の支援というのは IMF のそ IM それよりも50%多かったんですそしてきちんとそのタイムリーにまさにスリランカが非常に今その被害に遭っているその時に今提供することができたということを申し上げたいと思いますですからより大きな経済国としてより責任があるというふうに認識しておりますまた世界に対して申し上げたいのが、まあ、経済としても大きいかもしれないただそれながらただ ま3000ドル以下の1人当たりの国民所得ということなんですえなので我々が世界に貢献をしているときは我々も自国の犠牲のもとに多くのことを国際社会にて実際に支援をしているということなんですえですからそういったところでやはり責任をきちんと果たしていくということが重要だというふうに考えます まだワクチンは自国内で全て終わっていないにもかかわらず国外にそれを提供した。それは我々がその経済国としての責任を十二分に認識しているからだというふうに考えます。質問はお一人一つでご協力お願いします。はい、じゃあ後ろの方の方いかがでしょうか。じゃあ,あの一番こちらの後ろの方お願いします。 コ、so, スとと申しししまますす日本でで学学生生生名古屋てて今生活をしておりますグローバルサウスについていろいろコメントがありましたけれ,ありますけれどもグローバルサウスの国の思いとしてはグローバルノースに行きたいとその資質のある個人というのはグローバルノースに移住したいというふうに考えているわけですけれどもそういった中で インドの国民が、まあ、インドにそのまま留まりたいと、インドが今、もうすでに、まあ、実際に発展した国なので、国内にとどまりたいというような事態は生じてくるというふうにお考えでしょうか、ただ今、現状としては国外にどんどん出ていっている、流出が続いているわけでして、えー、これに関してどうお考えでしょうか。えー、あの日本ににどどのららいいらっしゃるんんでですすか1年半ほどすでに学んでおります 試験でですすけれどもに大きききな変化は起きてきているというふうに考えますというのも私が自国内でオポチュニティがあって、まあ、海外でもそういったオポチュニティがあるということであればなぜあえてまあ国内での機会をおれをつかまないのかなぜあえて国外に出るのかということになるとかと思います。違った形で私は見ております。これはですからむしろ 成長そして、オポチュニティをインド国内で作っていく、これに、まあ、やはり重要性があるというふうに考えます。より成長率も高めるということもありますしただ、率だけではないと思うんです。そして、雇用の機会がより増えてくればスタートアップのカルチャーがあればそれが実現できるでしょう。みんなが給料を受けるようなその、まあ、給料を実際に受け取るような仕事をしたいとは思っていないかもしれない。 ですから、あるいは自らのその企業起業していくっていうところもあるでしょう。そういったところでインドがインド国内でできれば、インドの若者はよりその将来に対してインド国内においての自らの将来について楽観的に見れることができるのではないかと思います。今まさにそういった変化が起きてきてると思うんです。スタートアップの数ですけれども、まあ 数ですけれどもスタートアップの数としても世界で第3位に来ているかと思いますユニコーンの数ですけれどもそれを見れば明らかでありますまさにインスピレーションをかき立てるような素晴らしい事例だと思うんですね誰かがスタートアップをすると起業する場合にユニコーンを見ればですね、私もア愛婦になりたいというふうに思うわけですまた経済が拡大していく さまざまな、より多くの領域で経済が拡大しているということもあ,りあるかと思います。まあ、今の最近、まあの事例ですけれども、非常に小規模のファブ、チョンディブにありますファブですね。でこれはでその8年後 でまあ、それまず一部であってただ半導体に関してはすべてまあ輸入をしていたわけですけれどもただここは将来の雇用が作られるのはそこだというふうに考えていたわけですただまあその海外からの,その会社というものが日本のあ失礼インドの,そのエンジニアを活用していたということなんですですからわれわれもこういった領域に実際に参入をしていくわれわれ自身もファンドリーを設立していく ディスプレイ、そして TMP 等をオペレーション上に作っていくと、まあ、そういった意思決定をして、そこに舵じを切ったならば、ここは大きく変わってくると思うんです。今はエンジニアが、まあ、外のえ海外の会社に対してサービスを提供しているということでありますけれども、今後は変わってくるかもしれない。えですから、あここで今、重要なポイントとしては、インドでいかに良好にえその活動していけるのかということであります。そのために、今のリーダーシップはそういったビジョンを持っております。 そして、実際に現場で実際に草の根できちんとそれをやっていくという能力もあります。そして、実際にまず工場の果ても続いております。昨年でありますけれども、首相がアメリカに向かいました。でそこでのえまあ,ある取り決めが ああ、提携されたわけでありますけれども、マイクロン社ともどうであります。マイクロン社とすでにまあ六ヶ月、七ヶ月にわたって、えー、マイクロン社の好調が今後立ち上がってくるということです。ああ、ですからインドの中では大きな変化が起きてきている。え、そしてあなたのような世代の方にとっても非常にこれはプラスの側面が強いのではないかと思います。えっと、じゃあその左側のえっと前から四列目ぐらいですかね、その手が上がってるか。 ありがとうございましたまず日経フォーラムの皆さんにこのような場を設けていただいたことを本当に光栄に思っておりまして感謝を申し上げたと思います。D、と申します私の質問としてはすでにお答えいただいた部分にもかぶってくるんですけれどもこれなぜバハラットマターズなのかインドは重要なのかということの質問そして最後の質問にあった内容 インドの大ディアスポラということで小さなことが本当に重要になってくるということを実感することがあります、えー、例えばインドに帰って、えーまあ、4週間、えー、帰るといろんなものがインドで変わっているそして今、外相がおっしゃったようにリーダーシップの方が今こういった変革を起こしてこの実際にこの10年においても大きな変革がありましたよね、特に。ですから そのディアスポーラ、日本だけではないんですけれども、グローバルに話をされる際に、何かその政策を立案する中で、それを反映している部分はありますか、小さな変化なんですけれども、それが最終的に大きなものになる、えー、その波及するというような、そういったようなことというのは、外相の頭の中にあるんでしょうか。I mean, まあ、ある意味今お答えのちょっ ご質問の直接の答えではないかもしれません、えー、今世界の中でいろんなことが起こっています私たちにとってはまずそれを理解しそしてそれをおまあたたえてインドで何が起こっているのかということをそれフィードバックしていますこれはもちろん稀に起こることではなくて日本の歴史を見ても十九世紀そして二十世紀もそうでありますけれども日本はえ大変熱意を持って ベスストプラクティスを世界の中で提示していくんだそれを日本に導入するんだと、まあ、それをうまく日本版に変えていったということが日本が一生懸命やってきたことだと思います。で今そういったような考え方というのがまず政策立案ガバナンスということが今まさにインドでそれが起こっていると思います。私自身もいろいろろな他の国々が達成してきたこと を目にししててそれがどう,う影響を及ぼしていたのか、まあ、意思決定にどう影響をしてきたのかということを考えると例えば河川を、えー、清掃するとかベストプラクティスとか鉄道高速鉄道ですとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、私からすると大にしてこの小さなこと というのがあ累積して例えば大きな問題があって例えばインフラ工の整備ということにおいてはすごく時間がかかっていましたしサービス提供においても父として進まないとしかしながらこのダッシュシャッティというプログラムがあるんですけれどもこれはドローンとか衛星を使ってやってますまあ本当にそういった意味では時間ということも縮小して行うことができていますですからその学ぶ 他,者から他国から学ぶというのは私たちがインドで変わっってていいいるるとととうことの大きなな要素になっていると思います、えー、そのディアスポラということでインド人で海外で活躍している人たち学んでいる人たち、貢献できます物理的な貢献もできますけれどもそれをいろんな形で双方向で、えー、この多くの人たちのコミュニケーションとか多くの人たちを覚醒させるというところでとても役に立っていると思います。 の方からいっぱい質問をいただいてるんですけれども、あのせっかくですので、あの日本人の方もですね、もう少し質問をいただければと思います。えー、ますこちらにえこちらの男性の方いらっしゃるかと思うんですが、いかがでしょう。シカタと申します。三井不さんのフェローであります。台湾に関してでありますけれども、台湾の有事というのは 日本にとっても有事であります。前首相もおっしゃいましたけれども、まあ、中国がロシアと共同して、あるいは北朝鮮と連携してというようなことで有事になる可能性があるかと思うんですが、まあ、そういった有事に対して、インドは日本の重要なパートナーとしてどのような対応されるというふうにお考えでしょうか、中国、そしてロシアに対して制裁を加えるというようなことは可能なんでしょうか。うん いくつか観点を申し上げたいと思います。まず、インドの外交政策としては、手法として、こういった経済制裁をやっていくというのは、その政策ではないと。制裁というのはまあ西洋的な考え方である、G7 的な考え方だというふうに考えます。 というのもやはりこういった制裁を行う上でのツールを彼らがコントロールしているからであります我々が唯一、まあ、こういった制裁というものをじ自国が主張したのは南アフリカアパラットヘイトの時ですねその時に我々は強く主張いたしましたでここではむしろ先進国は、まあ、制裁を加えたくなかった時に我々はそれを主張したわけであります、まあ、そういった中でその制裁というのは まあこれは本当に機能するのかしないのかというのはこれは議論の余地があるかと思うんですけれどもまあ実際にどういったコストが生じてくるのかということでありますけれどもなので台湾、中国、ロシアということ以外のですねまず制裁というのは必ずしもすべての国が正しい効果的な手法だとは考えていないということなんですそれが1点目であります。それれからここの有事とということですけれども 今の世界の状況を考えますと非常に大きな混乱が起きておりますコロナもそうですし経済的な問題、えー、非常に水面下でもさまざまな大きな問題があります私もグローバルサイスのまあグローバルサイスの問題にまとまたも戻りますけれども実際にそこに訪れてここ、えー、数年どういった犠牲が走られてきたのか考えますと 教育にに対対しししててててて健康保険、まあ、こういいったものののが今低減してきているんです,えですからえやはりこういった混乱がない状態というのがもちろんベストであるわけですけれどもただ今できる手としては、まあ、今の安定性というものをどういうふうに強化していくのか、まあ、世界の成長というものをどういうふうに担保していくのかこれが我々の共通の課題だと思うんです。 それ以降はちょっと解消としてちょっと正式にコメントできないということでご勘弁いただければと思います。していた時間なんですけどもう一問だけいただきたいと思います。えっ、ー、とあのもう一問あの日本の方からですねできればいただきたいなと思いますが <laughs> じゃあそちらの方こんにちは。えー、My name is Hirose from 現代大学の大、えー、教授をやっております岸田と申します。えー、今後の選挙についてお伺いしたいと思います。えー、この選挙の結果というのは、えー、その国際関係、えー、ということに影響を与えるのかどうか。あ確かに長期的なまあ政権ということで十五年、えー、ということの長い政権になるわけなんですけれども安定化した。 他国とのですから交渉ができるという立場にいらっしゃると思いますけれども、これについてちょっとお伺いしたいと思います。申し訳ありません。ええま、おしゃれとしてたのは安定した政府があるということですかはい。15年にわたる長年における100%それは間違いなく、間違いないです、選挙結果は。もっと長い政権になるかもしれません。分かりましたでも20年 とというううこななるかかもししれませんんよねどうなんでしょうか安定政権はそれについてはいかがでしょうか改めてまず申し上げたいのは全ての国全ての社会は違うということです。インドに適していることというのは必ずしも他の国において同じではない。ただ私たちの地獄からの経験から言うと 安定性が政治の中に欠けているという状況、まあ、その過半数議会の中でどういう形でこれから投票されて意思決定がされるのか、これ大きな違いを生むということは申し上げたいと思います。私は政政府府に身を置いて、まあ、長いて長間政府の 一員とししてて見,見置いてきました、まあ、多くの与党、多くの、まあ、少数派あ、そして連立政権、えー、単一党の政権、いろんなことがあったわけですけれども、今、実際に改革主義者というビジョンを持った、コミットを持った、何かこ,ことを起こすというこの具現化と、 ができる人これ強力な政治的なマンデートに支えられていれば、まあ、この民主主義の中においては、マンデートというのはまあ与党になるということですね、議会の中で。これはまさしくこの重要な組み合わせなんですね。与、えー、党であるかもしれませんけど、ビジョンがないかもしれない、ビジョンはあるかもしれないけど、残念ながら政治的なその遂行する力がないかもしれない。両方が必要ななんですで私たちの場合におきましては少なくともここ 近10年両方うまく回すことができた、それを継続していきたいと思っています。まあ、いろんな場合、まあまあ、何年も統議されてやっと結論が出た、決定がされたと。しかしながらそれがもう具現化することができるわけです。例例えばいい事例とい事とうのは 全国レベルでの税制制度というのを見直しました。税制制度というのがあまりにも地域に特化してきたということで、とても複雑な制度だったんですね。まあうまく効率的に回ってもいなかったと。ですからいろいろな形でのまあテーマが長年の問題がありました。あそのさまざまな統合策とかいい意思決定。 難しいけれども意思決定をすることができたそしてそれ必要な意思決定だったんですそれが行えたのは強力なリーダーシップとマンデートがあったからそれは長期的な安定性ということが欠かせないわけです、まあ、若干そのビジネスの世界にインサイトのある方今のビジネス界財界というのは 政治的な安定性を求めています。というのは、政治が安定していれば、政策も安定しているということなんです。まあ、例えば、インドに大きく駆けん出るという会社があったとしても、じゃインドが今後10年どうなるかということを、ある程度理解したいですよね。まあ、それが、いや、例えば1年後どうなってるか分からない、6ヶ月、もしかすると劇的に変化してるかもしれないということにとっては、ビジネスにとってはよくないわけです。まあ、国内の投資家であっても、海外の投資家であっても、それは躊躇する要因となります。ですから こういったような国の評価、リスク評価をする際には、政治的な安定性というのは重要な要因、懸なんではないでしょうか、まあ、幸いにも私たちにとっては、ここ10年、大変追い風であったということで、この先もこれは変わらないというふうに考えていいいいます短い質問を最後にさせてたただきたいと思います。 今そのにインドの上院議員でもいらっしゃいますけれども、一部のニュースでは、下、ま、院、あの方でもお、まあ、実際に立候補するのではないかとも言われておりますが、今、実際に準備をされてらっしゃるんでしょうか、ちょっとそのご質問は想定していませんでした、えー、そのあなたから出てくるとは、えー、ちょっとびっくりしましたけれども。 政治的な判断というのは、やはり党の指導者の意向に従うということです。まあ、昨年ですね、えー、この上院に、先週、まあ、6年という任期でありますけれども、選任されたばかりであります。えー、ですから、いずれにしても議会でのメンバーシップは確固たるものになっているというふうに言えるかと思います。それ以上にこのことは、ちょっと私の立場からお答えすることはできないというふうに申し上げたいと思います。 あのもう時間がけましたので今日あのこれでおつまえにしたいと思います。えっ、ー、とじゃあ,あの今一度あの盛大な拍手をジャイシャンカル外相にお願いいたします。どうも、thank you very much。お手伝 thank you。拍手でお願いします。ジャイシャンカル外務大臣ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。以上をもちまして日経フォーラム。 インド外交トップが語る日印パートナーシップの優先課題を終了させていただきます。